日本鹿児島県泉郡長島町、高野水島伊から島伊から島は、鹿児島県泉郡長島町を構成する島の一つである。人口は295人。1996年に、伊東大橋の開通によって車や徒歩による本土との往来が可能となり、利便性が飛躍的に向上した。大あ高野数値のあざ、伊東の大部分を占める。伊としては、 他に、周辺の目吹島、鍋、豊島、松井、唐島の3島も含んでいる。唐島の空中写真。2014年5月11日撮影の6枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成かつては離島振興対策実施地域であったが、1996年の伊東大橋の開通により、 平成10年4月1日をもって、指定を解除された。じゃがいも、さつまいも、きぬさやえんどう、グリーンピース等々の生産や、養豚、育牛などの畜産業。タイやハマチ、ブリなどの養殖や、低地網、アオサの収穫等。郵便番号899-1401長島町、高野市4263番地島と町の中心部を結ぶ路線バス。 伊東大橋の開通により、平成9年1月14日から運行が開始された。島内のバス停は、伊東港入り口及び伊東港の2カ所。伊東大橋が開通するまで、伊東港と宮の浦港との間に運行されていた連絡船。朝7時から夕方5時まで、1日後往復運行していた。所要時間は片道20分で、運賃は、 人が170円、車が1000円であった。悪天候時を除く年中運行で、緊急時は臨時便も運行されていた。貨物船が座礁重油が大量流出8大会、朝日新聞1976年9月14日、長官13番23面。ありがとうございます。